人取り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形。思いをつなぐ演奏会、目指すのはこちら。質の高い教育を受けられるようにする。吹奏楽部の演奏会。演奏が終わると、始まったのは楽器の贈呈式。渡された楽器にはある秘密が隠されているんです。この取り組みを手掛けているのがパシュート。どんな楽器なんだろう。ご家庭などで使われずに眠っている楽器を子どもたちに寄付する楽器寄付ふるさと納税という取り組みです。高価なものが多い楽器、部活動で揃えることは簡単ではありません。そこで家庭で眠っている楽器を有効活用する取り組みをスタートしました。家庭から回収し、リユースセンターで検品と査定、そして自治体を通して公立の学校などへ届けられます。この前使ってたトランペットすごく音出しづらかったんですけど、綺麗でなんかすごく嬉しかったです。寄付者には楽器の査定額がふるさと納税と同じように所得税や住民税から控除される仕組みも。そして感謝の気持ちとして生徒からお礼の手紙が届いたり、演奏会に招待されることもあるんだって。思い出の詰まった楽器を受け継いでいるんだね。今後もより多くの自治体に参加してもらえるように取り組んでいきたいと思います。みんなで奏でる優しい音色。